こんにちは、昔の道具ミングたちです。さあ、いい季節になりました。田植えですね。田植えを話そうかなと思ったんだけど、その前にすごく大事なことを話さないといけないですね。これは苗代って言います。これでね、米のすべてが決まるんですよね。田植えの前のものすごく大事な仕事ね、それを話そうかなと思います。さてね、今までに田おこしの話しましたね。こう牛が引いて、天地替えするわけですね。この機械は、カラスキっていうんですけどね、もう1500年変わらないミングなんだってね、いうような話とかね。次、白柿、これもね、牛とか馬に引かせてね、こんなね、ギジャギジャのね、ものを引かせて、こう水を引いた後の田んぼをきれいにすると、そういうようなことを話しさせてもらいましたね。こういうあのサムネイルでやってますんで、白柿について、田おこしについて、牛好きで出してるかな、あの概要欄に貼っておきますんで、ぜひ見てください。そしてさあ、その前にやらなければならないのは、苗を育てないといけないですね。田植えをするための苗を育てるために細かい仕事があります。この苗を育てるために、苗を作る小さな田んぼを作ります。多分ね、一番ね、条件のいいところで作ると思いますね。田おこしを、まあ牛でやった後でも構わないんだけど、一番いい場所にこう土手を作りましてね、こういうある程度の一角、条件の一番いいところにこう土手を作って、一つのちっちゃな田んぼを作ります。で、水も入れて白かきもします。でもね、ちっちゃな田んぼだから牛でやるっていうのは難しいんで、全部人力ですね。人力で田おこしして、そして土手を作って、そしてこうクレが出てくるんですね。クレっていうのはね、土の塊のことです。こうね、叩いたらパラパラっと割れるんだけど、こう長いこと半年ぐらい固めてますから、いろんな塊になってしまうんですね。それをね、叩くためにこういうクレ叩きっていう道具があります、ね、これ竹なんですけどね、割と軽くてね、ムチのようにパチンパチンとしばくんですかね。ちっちゃなクレをやるんですけど、ここはね、鉄でね、でクワのようになってね、 上からトントンと叩いてね、この、鉄でクレを割るんですね。そういうようなクレ叩きっていうようなもので、細かく割っていきます。これね、このクレ叩きうちにあったんですよ。そしたらね、84歳のおばあちゃんが、あ、これがあるんかな、これをくれや、これが便利なんよって言って持って行ってしまいましてね、あの畑で使ってるみたいですけどね、うち今田んぼやってないですから、畑で使ってるみたいですけどね、なんかね、便利らしいですよ。そしてこういう感じに、ちっちゃい田んぼをまず作るんですね。で、中をあのくれ叩きで叩いた後、水を張りますから、今度はね、冷気とか、あのえぶりとかいうものでね、こう本当に細かくやって、きれいなあの土をね、水面からちょっと下にきれいになじむようにね、しっかりやります。そしてここですね、これ桶の中にあの種を入れてますね。種を入れるんだけど、これで桶の中にこう水を張るわけですね。種を入れた桶の中に水を張るわけです。そしたらあの何個かがこう浮いてくるんですね。こんな米混ぜるようにやるわけじゃないんですけどね、優しくやるんですけど、こう浮いてくるんですよ。浮いてくるのは中身がね、ないわけだから、こう削除していきます、選別していきます。で、しっかり沈んでる、種だけを使うんですけど、
その水につけたまま1週間ぐらいかな、7日から10日ぐらいこうつけたままにしてね、上から蓋をして、あの虫とか鳥とかにね食われないようにしてね、毎日ね水をね変えたりして、ポチュッとこう芽が出てくるわけですね。芽が出てきたらもう大丈夫です。そしたらこういうふうにここのきれいにね精魂込めて作ったね最初の田んぼにまくわけですね。こうやって手巻きですね。そして芽を出てくるのを待つんですけど、今頃はねこうコンテナとか種まきのボックスみたいなところにねこう巻きますから、でそのままカチッとこう機械にはめて田植えをしていくっていうことですけど、この時代はねちゃんとこういうふうに手で巻いて、そして、今の時代だったらちょっと僕が見た感じこう短いですね。田植えをする時の稲の長さが短いですね。で手でね田植えをする時はねもうちょっとね長いです。もうちょっと成長させてから20センチとかね以上になるんだけど、今はね本当にね10センチか15センチぐらいでね機械にはめますけど、もうちょっと長い感じでここで育てます。そして育てていい時期になったところでいよいよ田植えです ね。こういう田植えをするんだけどね、歌川広重、雨好きなんですよ、ね、この雨の描写っていうのが世界的に評価されてますから ね。田植えもね雨なんでしょうねそしたらこう蓑と傘をねつけてやるっていうね、田植えかごもありますね、いろいろ表現もあるんですけど、さあうちのこの YouTube もう長いです、1年経っております。さあ去年田植えっていう動画出しております。これはね田植えは合コンだったって知ってるっていうねちょっとね軽い話なんだけど、田植えっていうのは応援を呼ぶんですよ。それはねちょっと田植えの時期をずらすためにちょっとね遠い村姉妹都市を結ぶみたいな感じでねこう仲良しの村があるわけですね。そこから田植えするんで何日に来てもらえんだろうかとか言ってね応援を頼むんです。そしたら大体来るのがね若い女性が来るんですね。それをね早乙女って言います。青乙女を呼ぶわけですよ。そしたらまあねえ若い男連中はたまんないですよね。だからね大喜びで、ね、これでご接待するわけですね。早乙女っていうのは神様みたいなもんだからご接待するんだけど、そこで嫁探しが始まるんですねっていうような話をねやっておりますんで、田植えっていうことでね、下の概要欄にも貼っておきますし、検索したら見れるようにしてますから、まあ今年はねまたこの次に田植えっていうことになるんだけど、別な視点からね、田植えっていうものを話してみても面白いかなと考えておりますけど、もうずっとこう田おこしからね白かきして縄代作って次は田植えっていう感じで、ちょっと日本の昔の米作りっていうのを追いかけてみたいなと思ってますんで、次から次に出していこうかなと気持ちだけは持っております実現するかどうかは分かんないですけど気持ちだけは持っておりますんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録して、そして面白いなと思ったら評いいねっていうのを押してもらってね、チャンネル登録したらこういうようなものもねこう順次見れるし、去年ね一通りやってるのを見とくっていうのも面白いと思いますので、ぜひチャンネル登録して、見ていただいたらありがたいかなと思います。今日は稲代、今日は
苗代についてお話しさせてもらいました。ありがとうございました。